なんと東京は予想もしない展開に、ラティウス選手とパト選手が互いの額に銃口を向けた。パト選手、拳銃を弾き弾道を変えた。ラティウス選手、飛ばされた体勢から反撃。激しい攻防、ラッシュ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 。はぁ、今大会初めて私は控えという控えをしています。感激です。早いですね。しかもクソも十分、自分の特性に合わせた武器、手強いです。私は全然見えません。戦っているんですよね。でも多分二人ともまだトップスピードは出してないはずだから、どこで出すかが大事ね。というかメリアさん、私といていいの。試合外くらいは仲良しでいさせてくださいよ。そこまでギスギスしたくないですし。それもそうね。ギスギスするのはその時だけでいいわね。なら私は間に挟まないでほしいですね。余裕だない。ぶっ飛んで刺されてる。このままだと解決不能だ。いいか、慣れない速度でずっと戦い続けるのは普通か。そうだな、楽じゃない？まさかあんたも剣持ってたか。ああ、拳銃だけでは俺の持ち味が活かされないんでね。そりゃあそうだ、世界最速が拳銃だけだと閉まらないからね。来訪。うおい、何より戦い方のバランスがいい。しかもあの目隠し、何か目系の能力でも隠してるのか。もしチェーンクラスの目系の能力を持っていれば状況は一変する可能性もある。慎重にことを運ばないとな。手に汗握るね。パトもかなり考えてるし、これはどっちが出し抜くか。やっぱりパト、剣の扱い下手ねー。あのタイミングなら脇腹あたりは切り込めたわよ。そうだね、あとは足元も結構隙だらけだったから上ではなく足元を狙えばそのまま連撃で押せたと思う。ぶっちゃけあそこで勝負つけれたわよね。ですね、今度私たちでパト君に剣技を教えよう。剣系攻撃勝ちでーね。剣はダメだ、完成度が同じくらいだから夢に立てない。そ、拳銃は壊され、剣は互角、まさか予選で物に頼った戦いが全て防がれるとは。さすがだ、ここまで対抗されるとは思わなかった。俺もだよ、まさかここまで強いなんてね。だから敬意を込めて、俺の本来の戦い方で相手をしよう、出し惜しみはなしだ。そうかよ、それは楽しみだ。オーディオカタストロフィー。これが、ラディウスの本気。ライトオーバードライブ。まずいな、ハメコンボ決められているではないか。私の席取られたー。おい見える、下に主様はいないぞ。上だ上。言ってるよ、当たり前のように席を取られたから拗ねてるんだよ。でもこのままだと主様負けそう。まさか、むしろ相手が思っていた以上に弱くて安心した。これなら主様が負ける方が難しい。確かに速度で負けてる。だがそれ以外全部主様が勝ってる。目隠しのまま行かせてよかった。目隠しでちょうどいいハンデだ。外していたら同じく1分で終わるだろうな。でもどうやってあの猛攻をくぐり抜けるんだろう。これがラディウスの本気。この程度なのか、この程度なら。この能力のクソは光だ。光なら俺は知ってる。俺は知ってる。それは全部月下の元の記憶が本能で覚えてる。光は握手だったな、ラディウス。それに俺は大会前にあんたより速くて強い人と戦ってんだよ。さあ、このまま仕留めて終わりだ。後編。あの体勢からどうやってあんな加速か。はは、知らないの、そんなことも。俺は知ってる、教えてもらったことはないけど、体や脳が覚えてるんだ。何をわけのわからないことを。試してみるか、ラディウス。あんたの高速と俺の高速、どっちの完成度が高いか。いいだろう、俺への一撃、まぐれじゃないことは俺の強さで証明できる。覚悟はいいな。そっちこそ。ライトオーバードライブ。早すぎて見えない、互いに光、そして気づけば二人は無理かなたえ、一体どうなったんだ。決着ね。あんたは強かったよ。でもそんなあんたに敗因があるとするなら、単純に俺の方が強かった。それだけだ。自分が強いからこそ相手の実力がわかる。俺は自信にうぬぼれることもなければ、相手を見下すこともない。だからここで心から称え、証明しよう。よく俺を打ち取った。そして俺の強さがお前の強さを証明する。勝負あり。まさかまさかのここでリングリーダー撃破の番狂わせ。しかも相手は前年度ベスト8のラディウス選手。それを打ち破ったのは今回初出場のパト選手。
あの最速と呼ばれたラディウス選手のスピードに追いつき、それを超える速度でラディウス選手へ撃破。これにて決着。たく、かっこいいよ、ラディウス。男として敬え、尊敬できる人だと思う。また落ち着いた時、ぜひその教えを聞きたいものだよ。大事よ、リーグ通過者、パト。すごい、パト勝ったよ、あのラディウスに勝ったよ。私は最初から最後まで何が何やらさっぱり。今までのご主人にない動きでした。きっと今回の戦いの中で可能性を見出したのかもしれませんね。本当に強くなって。私やっぱり間違ってなかったよ。よかったー、パト勝てた。あの空中戦の時はどうなることかと。ですね、あの動きは今までになかったから、きっとこの数日の賜物だよ。オーラの境界を感知した。だからできた技。すごい。はぁ？あれ、ソフィアいたの？今まで何してたの？運営に怒られてた。予選中に料理を作るなって。まあ、それは仕方ないね。でもソフィアのせいじゃないから。今日私パトとアイデアだからちゃんと恩返ししてもらわないと。一時はどうなるかと思ったがなんとかなったな。まさかオーラの境界を把握したおかげでオーラの波の最高点を狙って技を使える高等技術をここでいるとはな。もう、ヘブンズハートには私をいじめる人しかいないのかな。見える、何を悲しんでいるんだ。喜べ、我らが主様が勝ったんだ。少なからずミエルの功績もあるんだぞ。わかってるけど。テルも昨日はご苦労だった。今日からも引き続き、オーラ技術の鍛錬を任せ。テル。主様。目隠し外してちゃんとしてたらかっこいい。テルも例外なのか。それもそうだな。ヘブンズハート、に生まれたということはそういうことだからな。さて、2回戦までに今の技術とオーラ質を今より上げなければな。ラディウスを倒すレベル勝ち上がってくるかもしれないわね。2回戦ふふ、どこまで私に抗ってくれるかしらね。監獄島で会ったトトとは段違いに強くなっている。ふん、しっかり自信の強さを持ってきたというわけだな。いいだろう、見届けてやる。あのラディウスを討ち取ったか。この1年で本当に成長したな。あれが3年前養子に迎えたっていうやつか。ああ、先日の悪心教事件を解決してくれた、操られていた先生を止めたのもパトだ。そうか、あいつがシアーネ先生を倒したのか。発砲、お前の娘のことかちゃんの命も救ったんだ。後で礼の一つでもしておいたらどうだ。そうだな、直接会った時に伝えておこう。あのラディウスを倒したんだ。俺自身多少なりとも興味があるしな。ちょっとあの人興味あるな。あのラディ君を倒す逸材、一体どんな人物なのか見ておかないとね。大丈夫リーグ、リーグリーダーであるシグウェン選手のカウンターが炸裂。このもはやチートな能力を誰が突破できるのか。いやーさっきの14リーグはすごかった。まさかラディを倒す人が無名でいるなんて。今年は初出場でほぼ隊長クラスの選手がドロドロ揃ってる。あの両隊長も参加している。今大会はかなり荒れるね。おっとー、勝負あり。第15リーグ通過者、シグウェン、ダイシエル選手。さて、次で今日最後のリーグです。楽しませてほしいねー。さあ、第16リーグ、リーグリーダーを務めますのは最高成績ベスト16、過去2回ベスト16まで進んだ経験のある実力者、コルボス、ターガン選手。いやー、この人は何といってもトラップのスペシャリスト。4年間連続で本戦出場を決めているだけあり、その活躍はまさに天才。今年は一体どんなトラップ劇場を見せてくれるのかー。安心しろ、今年も多くの新ネタを持ってきている。ほう、トラップの達人ねー。そりゃスリル満点の勝負ができそうじゃん。せっかくの舞台だ、楽しませてもらうとしますかねー。それでは第16リーグ、開始。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。